はい、JO1。はい、ということで皆さん、はい、もう分かってますよね、このトーナメント表の目の前に2つの椅子、はい、そうなんです、戦っていただきます。うわ怖い。よいしょ。戦っていただきます。うわー、これ何。どうもどうも、あ、待て、ガチ相撲して、ガチ相撲して、あー、ラクラクラク、早い早い早い。それただの相撲だから。そう、太もも相撲です。どう決めましょうか。これ重要ね。重要だから、一応あのそれなりに対等な相手とまずはやっていただいて。そうだね、そうだね、そうだね。それでいく。なんかこう、うん、お前だって指名していく。あ、それでも面白いかもしれないですね。あ、じゃあちょっと慶吾からじゃあ行く。なんで。まあ慶吾君が指名、誰が指名。俺と戦いたいやつ、まあここに来ていいよ。お、じゃあ目つぶ、目つぶってた。そういう感じで決めていくんだ。誰かな、誰かな、慶吾君か、誰かな、誰かな。お、お、お、あ、いいですね。慶吾目つぶったままそのままさ、椅子ごとちょっとだけ後ろ行ける。シードイエス。あれ、じゃあシードというかちょっと慶吾、目を開けてください。わっ、おう、わっ、おう。早い早い。足を押さえてる慶吾が守備、開く豆が攻めで、怪我だけしないようね、マジで。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。豆のカフェ、豆のカフェ。豆の勝利です。強い同士、強い同士でやったら俺ちょっと全部選ぶわ。あ、いやいやいや、いいよ、選んで。じゃあ、じゅんき君と匠で。うわー、やだー。うわー、やだー。うわー、マジで嫌や。結構強い強いじゃない。いいね、いいね。これは強いで、でも豆は。うわ、マジか、俺マジで優勝したかったのに。ガチで、ガチで。どっちにする。だからその豆はさっき開くで勝ったのよ。有利なのは俺閉じる方やと思う。だってないじゃん、負けてんだよあんた。ちょそうやけど。一回休んでも別に。いや、俺開きたい、開きたい、開きたい、開きたい。俺道開いていきたいから。おい、ずっとそうやって生きてきたから。純喜が攻撃ということで、匠が守備。いくよ、よーい、スタート。次は、ルキ君と勝負です。いいね、いい勝負。めっちゃ強いでしょ、絶対。いや、勝っちゃうっすよ。絶対強い。勝っちゃうっすよ。勝っちゃうっすよ。よーい、スタート。1、2、3。いや、そうそう、強い。足つる、足つる。足つる。7、8、やばい。9、10。翔也とレン君でいきましょうか。おお、ここいいね、いいね。対角線も少ないから。ここも因縁の対決だね。攻めるのがレン、守るのが翔也。よーい、スタート。いきます。1、2、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 1、2
タート。5、10、すごいね。
8、7、6、動かないよ。これはえぐい。これ優勝だよ。音声さん、これはえぐい。優勝、これは強い。ナイスナイス、優勝や。強すぎ、強すぎる。これはえぐい。でもこれがシードって怖くないですか。もっと消耗してから来いよ。間違いない。さあ2回戦進んだのは、2回戦進んだのさあ、やばい勝負だね。野球部対決、まず野球部対決いきましょう。これやばい、匠と豆ですよ。それでは、はい、 Are you ready? Yeah、 よーい、スタート。豆決勝進出ということで、はい、おめでとうございます。しゃ、強いわ、まあ、しゃ、しゃ。続きまして、こちらもダークホースですよ。うわ、任せてくださいよ。さあ、レンとショウセイ行きましょう。ダークホース2人、これもおもろいな。どっちがいい。さっきなんか道を開いていくって言ったんで、僕は閉じてやろうかな。おおおお、かっけえ。ショウセイが生き生きしてる。ショウセイが生き生きしてる。Are you ready?OK、 いきますよ、よーい、スタート。1、2、2、3。いやー、これいい勝負、いい勝負。6、7、8、9、10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 
やばい、わーって連戦メンテナンスメンテナンスほな立ってみてはい、あーマジ怖い怖い、俺を倒したレン君倒したんだろ、いけるってレディーゴー、うわー待って、いやーゴー、うわー待って、違う違う、もう開いてる、もう開いてる、サムセ頑張れ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 、レベル違う、やばっ、いやーレベルが違う、顔引きつってないもんさあ俺とマメかいったれよさあファイナルレディーゴすごいよこれ無理や、じゃあ今のは翔くんが勝ちということで、はい、おめでとうございます、翔くんの優勝、ゆっくりさすが、さすが筋肉大将、さすが筋肉大将、はい、盛り上がりました、皆さん足使いましたね、はい、疲れた、疲れちゃった、足疲れちゃった、うん、ね、じゃあ今度は手を使っていこうね、徹底的に足使ったから今度は手を使っていこうということで、みんなで握力テストやっていきたいと思います、なるほど、翔くんが持ってきた企画なんだ翔くんの企画やん、はい、ということで皆さん目の前にリンゴが10個あります、はい、はい、リンゴを触る前はアルコールでしっかり除菌していただきたいと思います、はいはい、そこでリンゴ専門家の先生に来てもらいました。よろしくお願いします。こちらは青森県産の非常に素晴らしいリンゴを使っておりますので、一つ52円。あ、お金かかるんですね。後で払っておきます。はい、よろしくお願いします。助手が優秀。じゃあさっき1回戦で負けた人たちから、ね。いいね。はい。1回戦で負けた人。負けた。あ、やったー。じゃあ前出ていただいて、先に選んでいいよ。アルコールして。アルコールしてね。入っちゃった、うわ、これですね、あ、いいっすね、はい、そのリンゴ、さあそれではいきましょう、握力テストリンゴ割れるかなチャレンジいきます、よーいドン、ゲットだぜ、うわゲットだぜ、うわすごい、ちょ、はいや、さあ無理や、
ちょっとこうなっちゃった。おすごい。すごい。両手使ってるやん。両手じゃないです、肩です。え、純喜くんもすごい。うわ。両手もう使います。両手使ってください。あ、欲しい。しは欲しい。え、すごいすごいすごい。両手使っていいよみんな。両手でも無理や。両手は絶対いけるでしょ。じゃあ僕先に抜けとくね。じゃあ頑張って。はやっ。はや。あ無理。え、待って。オッケー。あら。見とくてこれ。見とくてこれ。ああ。ああ。オッケー。はい、それでは来週の「はい J1」でお会いしましょう。バイバーイ。マジで美味しいよ。美味しいね、うん。